こんにちは、こんばんは。リルキーツルチャンネル旦那です。今日なんですけど、妻がですね、明日朝から予定があるということで家でお留守番してもらってまして、旦那一人での朝行となります。現在の天候は晴れ、気温は23度で水温は25度となりまして、今台風が発生してまして、明日から大荒れの予報となってるんですけども、今のところはですね、波風がなくて海の方はめちゃめちゃ穏やかでして、釣りをやるにはいい感じですかね。で、今日は9月後半のアジ調査という形でやっていく予定でして、実績のある仕掛けを使ってやっていこうと思うんですけども、こちら発光プランクトンと6色発光の水中ライトを使って、で今回も沈むと裏返る機を使うのと、ハピソン UV 蓄光機をサビキ仕掛けに照射して、さらに今回ホタテの切り身をカゴにつけた針につけまして、そのさらにオキアミ団子をカゴの中に1粒入れて超過を上げていこうと思います。まあ、今日は旦那一人ですし、2時間ほどやっていく予定でして、今日もアジシャンの姿が見れるといいですね。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それでは電球機投げ捨て機始めていきます。ゴーゴー。ではランナーハピソン照射します。ほら、まあ、ようやく、まあまあまあ、アジオサイズですかね、ちょっと成長してますかね。
1から始めて4時には上がろうと思ったんですけど、ちょっと超過にまだ納得がいってないんで、あと30分だけ延長したいと思います。料理の完成です。アジのお造りとヤズのお刺身にヤズのバルサミコソースのムニエルとヤズカマのお味噌汁になります。こちらのヤズは釣ったやつじゃないんですけどね、釣り人生で一度は釣ってみたいもんですね。今回のアジは豆サイズじゃなくてアジゴサイズだったんですけど、徐々にシーズンインしてる気がしますね。ということでアジの脂を確認しつつ夫婦で料理の方を堪能したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。